マークセッターで乗り付け、蓋閉まってなかった。何やってんだ！この動画は、外出自粛から、プラモにハマったオタクの成長記録である。決して散らない鉄の毎週投稿者、コズマゲです。今回は、フルメカニクスカラミテを、鉄火弾仕様で作ります。なぜかというと、カラミテのパイロットも、オルガで今日でオルガ死んでから、5年だからです。シードのサンバカの名字も、鉄血のガンダムフレームの機体も、ソロモンの悪魔72柱から取っているので、サンバカは72人から生き残ったのかもしれませんね。箱の中は8袋と説明書、内容物は、ランナー15枚と、マーキングシールとホイールシール。説明書、まずは普通にゲートを残して、パーツを切り出し、ぬるっと切れる型ハニッパーで、二度切りします。仕上げはデザインナイフで、モールドの上にゲートアートできるのほんと、やめてくれないかな。バンダイさん、せっかく作ってくださっているのに、もったいない。ホイールシールは使いたくないので、メタリックグリーンで部分塗装。胸にはシルバーで塗装。なんか気持ち悪い。集合体恐怖症は注意。メタリックグリーンが乾燥したら、蛍光クリアーを塗って UV ライトで光るようにします。墨入れペンで顔の墨入れ、余計な部分はティッシュで拭き取る。流し込み、墨入れペンでお腹ビームも塗る。拭き取りすぎたので、リアルタッチマーカーグレー3でちょいちょい。目の黒塗りは墨入れ、ペンで、周りを塗ってから、フラットブラックで筆塗り。アーマーが金玉方式なので切断。これで左右独立して動く。ケーブルを金銀で部分塗装。余計な部分は、ライターオイルを染み込ませた、綿棒で拭き取る、ダイソーで100円で買えます。とりあえず素体組み上がり。モールドがたくさんあって良い。メタルレッドで、バズーカのスコープを部分塗装。余計な部分は削り取れば OK。クズカゴをひっくり返したので掃除機。ハンディクリーナーは買う必要ない。これから鉄血っぽく、ダメージ加工をします。デザインナイフ、ノコギリ、ペンチ。とりあえずペンチでチンモキ。チンコ燃えちゃうから。ノコギリやデザインナイフで傷つけて、シルバーでドライブラシ。初めてならこんなもんでしょ。密林でコスパ最高のピンバイス変えて、嬉しすぎて調子に乗って穴開けすぎた。続いてウェザリングカラーを使います。ウェザリングと墨入れが同時にできて楽ちん。エナメル塗料のように浸食して、パーツが割れることもない。プレバンのバルバトス拡張セットの水転写でカール貼ります。マークセッターで乗り付け。蓋閉まってなかった。何やってんだ！まあいっか、もったいないからこれつけて貼り付け、位置を調整して綿棒でコロコロ。コズマゲチャンネル、24時間以上乾燥させたらツヤ消しします。湿度は 60% 以下が必須です。スプレーは何もないところから吹き始めて通過しきることでまんべんなく吹き付けることができる。そしてウェザリングマスターでまたいい感じにウェザル、パーツの角に乗せるといい感じ。だいぶ泥臭くなりました。デカールにも傷つけておきます。オルガのキャラスタンドプレート買ってきたので組みます。一瞬で組み上がります。ここ、思いっきり光沢って書いてありますが、つや消しだと思って吹いてました。何やってんだ！ほい完成、バルバトスとツーショット、いい感じ。拡張セットのオルガフィギュアと、バルバトスの三日月フィギュアを今更切り出して、並べます。エモい。オル
ルガにもモビルスーツに乗ってほしかった。バルバトスにも蛍光グリーンやピンクで塗装してるので UV ライトで光ります。バルバトスの頃ガンプラ作り始めて1年目はまともに動画撮ってなかったけど、バエルもいるよ。この後は撮影会です。完成した感想ですが、5500円で、これはちょっと高い気がしますね。ゲート跡とモールドが被ってて、処理が難しい。同じようなシリーズの、リボーン100のガーベラや、マーク3と同じ3850円なら文句なしですが、MG フリーダム 2.0 より高いって言われたらうーんって感じですね。内部フレームもないし、その、分左右パーツで共通が多くて、組みやすいのは良いところですね。エールから見ても楽しみにしています。レーダー5月に出るし、ボビ分も今年中に発売されるかな。あと実は、私がリア、大使長で初めて完走した、ガンダムが鉄血なんですよ。なので、オルガが死んだ時は好きなキャラだから、ショックだったし、完結後に叩かれていることを知って、ダブルでショックだった。だけど異世界オルガから、ネットのおもちゃにされて、記憶に残り続ける、存在になってくれたので OK です。作品の、キャラの本当の死は忘れ去られることだと思っているので、私は異世界オルガはガルパン、エヴァ、ラブライブが特に好きです。それぞれの元ネタが好きってのもあるけど、リスペクトが感じられる上に面白いから定期的に見てる。私の動画なんかいいからそっちを全部消される前に見ろ。エヴァは早速消えてるから概要欄にリンク貼っとく。でも、最近は、そのザオライナーに奪われつつあるな。でも声優同じだから、オルガはライナーの中で止まんねえからよ。進み続けるんだ。死んでも、死んだ後も。これはオルガが始めた物語だろ。鉄血見てない、人は見てみたらハマるかもしれませんよ。第三者の意見なんて、当てにならないものです。私の愛読書、HG に恋する二人でも、鉄血やデスティニーについて語られてて、なんでオタクって好きなものをけなされる苦しみを知っているのに、それができるんだよ。死んでしまえ、と私は思うのでした。以上、クソ自分語り終わり。ここから、前回の黒い三連星サイコ、ザクのコメント返し。先週もご視聴、コメントありがとうございます。通報した。その先に俺はいるぞ。茨城といえば、大洗ガルパンの聖地。福岡はガンダムベースやポケモンセンターがあったり楽しい街ですね。というかみんな地震でガンプラ壊れなかったですか。現在の価値ならヤフオクで組み立て済みが5000円くらいで取引されてた。ロカルマー進撃の巨人は世界一面白い作品と思ってる。なくす原因は一つ、じゃない、排水口に流す、水切り中にでかいパーツの中に入ってた小さいパーツが飛んでいく、組み立て中にどっか行く、ETC。あんたの世界のザクって、性能ガンダムより高いじゃん。裏側からか、やってる人見るけど、一度ついた癖を変えるのは難しいな。永遠の20歳だから、老眼鏡には頼らんぞ。
もっと褒めてくれ。もっとスコレ、次回の鑑定を交互期待。白サフは所詮下地作りの敗北者ジア系。日本第三都市の名古屋にもガンダム置いてくれ。ストライクが良い、ニューミタク新装備を支えにして。マスターグレードだろうが組むだけなら小学生でも最近のプラモなら余裕でしょ。そう、バンダイ製ならね。最新の動画のコメントには次回動画内でコメント返しするので見逃さないようにチャンネル登録、フォローと通知の設定オンをお願いします。私にできることはペースを維持して動画を投稿し続けることだけなので、登録者数は視聴者様の手にかかっています。これからもガンプラ関係の動画を毎週末の定期更新していきます。次回 MG のサイコザップ作ります。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回も絶対見てくれよな。